カラマンシーもしくはシキキツは、柑橘類の一種である。東南アジアで広く栽培され、特にフィリピンで非常に人気がある。欧米では、カラマンドン、カラマンディング、キャロマンデリン、カラマンドンオレンジ、チャイナオレンジやパナマオレンジ等の名前で知られる。四季を通して結実することから、四季立花の名がある。沖縄県では果実を四季館と呼び、 主にシークワーサーの代用として台湾から輸入した果汁が販売されている。カラマンシーの木フィリピンや東南アジアに自生すると記述されることもあるが、実際は人工的に交雑されたもので野生にあるかどうかは知られていない。交雑はかなり昔に行われ、その起源はよくわかっていない。一般的に栽培されている品種の多くは古代に アポミクシスによって作られ、その後栽培品種として選択されたものだと考えられている。カラマンシーはマンダリンオレンジと金管の交雑であると言われる。金管属を別の属とすると、カラマンシー和属管雑種ということになる。果実は3から6メートルの高さの低木になり、小さくて丸いライムに似ている。大きさは普通は25から35ミリメートルだが、 大きなものでは4 5ト、mm、ルに達する。カヒは緑色か大色で薄い。カヒは甘いのに対して味はかなり酸っぱい。小さな果実は飲料や食品に香りをつけるのに用いられる。カヒごと凍らせて茶やジンジャーエール等の飲み物に入れられることが多い。皮ごと砕いて絞ったジュースはレモネードに似た香りを持ち、ウォッカや砂糖と混ぜてカクテルとしても飲まれる。 またアジアでは、魚や鶏肉、豚肉の味付けにも使われる。特に、パンシットの香辛料としては欠かせない。オレンジのマーマレードと同様に、カラマンシーのマーマレードが作られることもある。カラマンシーは、他の柑橘類と同様に、ビタミン C を多く含んでいる。北、アメリカでは、主に観葉植物として栽培され、特に実をつけたものが好まれる。霜に弱く、 栽培は暖かい気候の地域に限られる。鉢植えの場合、陶器は室内に置く必要がある。ありがとうございます。